はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ、献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね歯医者にてですね、ようやくですね一つの戦いがね終わりました。もう無事にねこのね左下奥歯のねこっち左下奥歯のねもう巨大な穴をね埋めてもらうことがねできましたよ。いやーねほんまにね実にね何ヶ月間だったんでしょうかね。ほんまにね半年以上は放置状態でしたので、もう食材が詰まってねしゃあなかったんですよね。でもね、食事がねしにくかったのもあってですね、おかげさまでですよ痩せることができましたので、結果的には良かったんですけどもね、そのね歯に開いた巨大な穴を埋めるにあたってですね、また特殊な器具をね使われましてね、歯の周りにねプレートを巻くというのをねされてですよ。でその巻いてるエリア内に液体を流し込んでは固めて、紫外線で固めて、また、液体を流し込んでは固めて、流し込んでは固めてって言ったのを何回もね繰り返しねされました。そのね歯の周りにプレートを巻くっていうことなんですけどもね、これはですね僕の歯の状態がねその虫歯になってしまったことによってねちょっと特殊な形になってしまっていたためにですね、虫歯で削れて特殊な形になってしまったためにですね、普通に固める液体をこう流し込んだらねこの後ろと内側、唇のベロの内側の方にその液体がね流れてしまう、そのいびつなね穴がね開いた状態だったんですよ。なのでそのプレートでね歯を囲んであげなければいけない状態だったんですよ。例えばですね、そのケーキを作る時にもその肩に生地を流し込むといったああいうイメージなんですよ。枠あるでしょ、枠ね。そうすることによってその歯の前後の歯にねその液体がついて一体化するのをね防ぐやり方っていうのをしてくれたんですよ。伝わったかな、大丈夫ですかね皆さんね、イメージしてもらいましたでしょうかね。でその変わったやり方でこの独立した一つの歯っていうのを作ってもらうことができたんですよ。これがねかなりきつかったんですわ。作業してもらってる最中というのはですね、今まで、例えばドリルで虫歯を削られたり、ねじれた針金でねその虫歯の深さを測る時とか、あと他はその歯型ですよ。歯型を取った時でも、かなり口と顎にですね負担がかかりますけども、その歯の周りにプレートというのはですねその軽めに歯に巻きつけときながらね例えば腕時計のベルトをねもうちょっと広めに留めた状態で腕を通して締め直すイメージ分かります？あの感じで締め直してからさらにねこのキュッてしたところをネジでグリ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 って固定してさらに締め付けるんですよ。しかもねそれをねこの下からもねこう漏れないようにね歯茎にグッグッグッってこう押し付けるんですわ。それがもうほんまに辛くてね、もう僕はねかれこれその半年以上の間ですねこの左下奥歯とは戦い続けてたんですけども、その間にねあんだけねいっぺんにやってくれいっぺんにやってくれってこう言ってたんですけども、先生にね言ってたんですけども、これをねいっぺんにやってもらうのはね結構ね無理でしたね。やっぱりね日にちを分けてね回数を分けてやる意味がねやっと分かりました。もうめっちゃ負担かかりますわ体にね。虫歯を削っただけでもやっぱしんどかったし、ねじれたねその針金でね虫歯の穴をほじくられるのもねしんどかったし、そのさらにプレートで締め付けてっていうのもねしんどかったんで、もう今となったらね分けてもらってねよかったと思ってます。でもこれね数えたらね3回でできたんちゃうかなって思うんです。でもこの3回でできるやろうって言ってたその間にですね、今日まで前回昨日までの間にですね他の歯がね虫歯になったりとかかけたり割れたりしたことを考えるとですね、それを先に補修して修復してっていうのを、先にしないとね、そちらのこの被害がこうわーって進行してしまうので、先生もねその辺のことをね考えてくれてたんだと思います。それぐらいね僕の口の中がひどかったということなんですわ。それもねこれもその免疫抑制剤のせいでねそうなってしまってたので、やっぱりね、その免疫抑制剤ってね、とんでもない薬なんやなぁとね、改めてね、思い知らされました。でもまあ、そんなね、免疫抑制剤でもね、ちゃんと飲んでいるからこそ、この骨髄移植の副作用であるね、GVHD っていうのも軽い症状でね、済んでいるので、まあ、悪者のようにはね、扱ってはいけませんけども、まあ、飲む分量がね、少しずつね、減らされてくれているので、まあね、病気の症状っていうのは、少しずつはね、もともとのその、白血病の、症状とかっていうのはね、まあ少しずつ回復していることだと思っております。まあ、でも回復っていう言い方の言葉が適切かどうかはね、分かりませんけども、今回の場合はね、まあね、その白血病細胞がある体にですね、まあ、健康な人の、骨髄をね、移植するということは、まあちょっと説明するにはね、すごい複雑すぎるその病気の治療法なので、まあ、ちょっと分かりやすく言いますとですね、まあ想像してみてほしいんですけども、ほんま例えばですよ、赤と青の絵の具があったとして、その赤が白血病細胞としてね、青がドナーさんからもらった健康的な骨髄とします。そしてね、体に見立てたね、コップの中に白血病細胞の赤い絵の具でね、いっぱいになってるところにですよ、その細胞分裂を繰り返して増殖していってくれるドナーさんからもらった健康的な骨髄である青色の絵の具を少しずつ足していくとですね、この色とこの色が混ざったら紫になりますよね。そしてさらに時間をかけて青を足していけば、そのうちコップが青い絵の具でいっぱいになりますよね。そのうち紫が青に変わっていって、コップが青い絵の具でいっぱいになりますよね。ふーっとね、上まで来ますよね。で、この赤い絵の具っていうのは紫になって、紫になってるけど青を足されていってるから、それがこぼれていってこぼれて、何の手つきやねんな、こぼれていって、でも青が足されていく、それが続くと全部青になるわけですよ。そして全て青い絵の具になれば治療は終わりで、その赤から紫になって、その紫から青になっていく、この期間が GVHD の期間ということになるんです。時間かかりますよね。まあ、コップにもね、まあ、それなりに深さがありますし、蓋もありませんので、まあ、途中でね、紫もね、溢れるし、で、入れ続けてる青色もね、ちゃんと全部が全部埋まらんとね、溢れてしまうので、時間がかかるんですわ。全部混ざってね、青になるまでにはね。なんならほんまにコップなら、かき混ぜることができますけども、体の中ではね、できないんですよ。で、そのかき混ぜることをしてくれて、そのね、境界線っていうんですか、赤と紫の境界線で、紫から青になっていくところの境界線とかの、このね、馴染んでない瞬間のところを、もうなんかもうまろやかに参るようにしてくれるのが免疫抑制剤なんですよ。その免疫抑制剤も赤から早く紫にするんやね。まあ、たくさんの免疫抑制剤を使ってもいいんですけども、今度はね、その紫から青になる時にね、免疫抑制剤を入れすぎるとね、例えばですね、コーヒーに粉ミルクを大量に入れるようなもんなので、馴染まなくなってしまうんです。で、そういった時の段階に入れる免疫抑制剤っていうのは、例えばですね、例えてばっかりですけど、例えばですね、卵とお酢を混ぜてマヨネーズするときにね、その少しずつ足す油のような感じでね、入れていかないといけないんですよ。そしてね、すべて青いにしたいのに、いつまでたってでもその免疫抑制剤を横からね、入れ続けてたらね、そのコップの中をですね、青い絵の具で 100% にいっぱいにすることがね、できません。そうなると飲みすぎですよって言うて、体の機能に影響が出て、糖尿病とか、大体骨壊死症とか、病気になってしまうんです。で、これは非常に危険です。もちろんね、歯にも影響が出ます。で、このような影響があるからこそ、早く免疫抑制剤を減らしてなくしていきたいわけなんですよ。まあ今もね、減ってはいますけども、まだ続いてますので、ひょっとしたらこの先まだ新しい虫歯が出てくる可能性もありますので、それはね、仕方ないんでね、受け止めてね、またね、歯医者に通います。と、まあそんな感じでね、昨日の歯医者の結果発表でございました。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。